開催、今回は糸満市にある平和記念公園のね端っこに来てるんですが、まあ、なぜね今回、平和記念公園に来てるかというと、はい、こちらマブニのトゥンチって言ってね、トゥンチってなんだっけ、集落の発祥の地とかねそういった場所によくあったりするんですが、まあ、おそらくね年間行事をね決めたりするときに集まる、大切なね場所だと思うので、ただねドアが閉まってて中の様子が分かんないので、まあねお邪魔しますということで、他にもねなんかねこの辺にあちらの建物も何かマブニマジジリヌトゥンチ廃所建設、ちょっと読み方立ってるか分かんないんですが、マジリっていうものかなこれ、勉強してこいよかったな。まあねトゥンチの廃所建設でここも廃所みたいになってるんで、よいしょ、でなんかあそこね石組みが 丸くされてるんでここも廃所になってそうなんですが、なんかね文字石碑があったりしますね。なんて書いてあるんだこれ、日が勘読めないな、人日ぬ日ぬ勘滝、読みにくいな、なんかわかんないんですが廃所になってるんでね、こちらもねお邪魔します。カレーよね、そしてこちらもマブニ神を読みづらいな、わかんないね、なんとか滝って書いてますね、こちらもねお邪魔します。そしてここですよね、なんかね石組みのね真ん中にわーっと佃にここなんだろう、やばちょっとここもちょっと僕に合わない場所なのかな、ね、ここもなんかいろいろ書かれてる場所で、ちょっとここはあまりなんかやばい、目前が半端ないっすね、お邪魔しました。ね、この場所とかねやっぱり平和記念公園ってねあるだけあって慰霊碑とかがね多い場所なんですよ、まあ、戦争でね特に沖縄本島南部は激戦区とかでねいろいろあった悲しい場所だったりするので、なんだろうどうしようかな、黎明の丘とかマブニの丘とかあの辺まで登ってみようかな、黎明の通りしたっけマブニの丘と、多分ねここの山の上にねそういったね場所があると思うので、ちょっとね立ちくらみもしたんですが、ちょっとこのまま撮影終わるのもねなんだなってことでね、お祈りだけねして帰りたいななんて思っています。蚊に刺されちゃったね、バナナですね、実は実ってないけれど、あここからやはりね登るとマブニの丘なんですが、このねなんて言うんでしたっけこれ、オーガスタ、オーガスタじゃないね場所ね、なんかちょっとなんていうあれだったかど忘れなんですが、なんか南国チックなね、扇場所だっけ、すごい大きなね植物があったりします。これパパイヤですね、パパイヤの花が咲いてるってことはね、そのうちもしかしたらねメカブ別の木ならパパイヤになったりしますね。マブニの丘は、マブニの丘とレイメイの塔みたいなところ前々どっち行くかね迷ってるんですが、ちょっとフラフラやばいな、なんだろう、また今回もなんかあれから、よいしょ、おこのヤシの実なんかすごいね、うわやば、ちょっとあれなんかおかしいな、
これは月桃のね実ですね。僕がよくハロウィン時期にねこれをねかぼちゃとね見立てて、これにね顔描いてねかぼちゃのお化けみたいなねことをやったりするんですが、鬼餅、月桃、カラサムウチギのねお餅を包む葉っぱですね。生姜科の独特な香りのする葉っぱで、やば息切れも、はあ、ちょっとせっかくなんでこれ高い位置なんで、平和記念公園のね記念堂もあったりします。ちょっと、撮影ちょっと止めようかな一回、ちょっとねここ川が多いんですが、登るだけ登って一回止めようか。ちょっとね珍しく立ちくらみというか半端ないな。そう、気になるけどもいっか。よいしょ、無事にね、撮影を終えてもうお家帰りたい。こういう体調がね急に悪くなったらね、あまりよろしくないと思うんでね。よいしょ、はあ、疲れた、階段やばいね。よいしょ、まあ、こちらね左に行くとバブリの丘で、まあ、ケンチの塔まではさすがに今日は大変なんで、黎明の塔32分子霊部王のね入り口の階段ぐらいまでにしとこっか。そしてガジュマルすごいね、根っこが半端ないです。根っこも半端ないけれど、今日あセミ鳴いてますね。セミの姿はね捉えることできないんですが、なんだろうこの独特な匂い、なんかねココナッツみたいな香りがしますね。この辺糸満の海、ちょっとね今日曇っちゃってるんで暖かさにはちょっと欠けちゃうんですが、たのがね枯れてちょっと湿ってるんでね、ここつってんころりするところだった。危ないね、やっぱりなんか調子悪い時はことごとく調子悪いですね。よいしょ、そしてここで、ね、ちょっと危なくなってるのか老朽化が済んでるのか、使用禁止って書いてるんでここから眺め取れたかったんですが、じゃあもう、黎明の塔、こちらは幽魂の塔です ね、 ね第32分子司令部戦没者名簿、ね、戦争の時にねお亡くなりになったね方たちの名前がね刻まれてるんでね、お邪魔します。よいしょ、軍司令部号でしたっけの階段をちょっと降りるのやめとく。今日はちょっと具合が悪いんでね、こちらマブニ、高マブニ薄くっつってね、文化保存文化財保護法により、ね、保護されているらしいですね。はい、こちらね、黎明の塔です。ただ葉っぱ沖縄今どんよりしちゃってるんで、ちょっとね景色がいまいち鮮やかじゃない。おっと
すんげえ虫がいますね、これ。なんなんだろうね、ゴキブリみたいなのくんで、これ多分皆さんあんまり好きじゃないやつだと思うんで、やめとこう。なんかキリギリスとかね、カマドウマみたいな、あんなやつでしたね。こっち側もなんかもともと、なんかあったっぽい感じだけど、今何もなくなってますね。あー、大自然。いいっすね。よいしょ。カラスも飛んでます。そうだ、あんまりね、ちょっと、ここで言うのもどうかなと思うんですが、まあ、報告というかね、業務連絡というかね、僕のちょっと前に出した、知念岬公園の動画があるんですが、そちらに、あれ、司令部号ですね、あそこ。なんだ、知念岬のね、動画にコメントしてあって、まあ、内容としては、ちょっと個人情報があるんでね、あんまり詳しく話せないんですが、まあ、簡単に言うと僕に、まあ、今度沖縄に旅行に来るので案内してくださいみたいなね、内容コメントが書かれてたんですよ。でちょっと個人情報とかあったんで返事をせずにそのままね、非表示というか、コメント欄からねちょっと消させてもらったんですよ。あそこなんか洞窟があるね、画面中央ぐらいに洞窟なのかな。あそこは多分行けないですよね、この森がすごいんで。で、何だったかな名前、ニャンコロジーさん、そう、ニャンコロジー、多分猫好きの方だと思うんですが、ニャンコロジーさんがね、コメント欄にちょっとね、そういった内容のメッセージを残してたので、そこに返事しようかなと思ったけれど、やっぱりね、あんまり長く公の場なんでね、皆さんが見れる場所なんで、ちょっとね削除みたいな形で返事せずにやっちゃったんで、ニャンコロジーさんいたら僕の動画ほとんどの動画に、動画の説明欄にねリットリンクっていうねテラページの なんだろう僕の SNS の、リンク集みたいな場所があるんで、そちらから、まあ、Twitter でもね Facebook でも Instagram でもいいんで DM ダイレクトメッセージ、メッセージをねしてくれたらねそこでつながると思うんで、ちょっとコメント欄ではねそういうやり取りやってたら他の人がね見れちゃう場所なんで、ね、ニャンコロジーさんもしこの動画見てたらリットリンクからね、まあ LINE 公式 LINE とかもあるんでそちらに登録してもらうと、またねいろいろ相談ができると思うので、そういった形で、メッセージお願いしますっていうか、なんか耳鳴りが半端ないな、やっぱあまりここ良くないね。というわけでね、今回ちょっと環境というかね、僕にこの場所あんまり合わなかったのかね、具合が悪くなってしまったんですが、糸満市にあるね平和記念公園、平和記念公園の、ね、白い塔、平和記念堂もねあったりして、あ、バスが止まってるってことは観光客もね来てるみたいですね。うわやばい、そっちからに、なんだっけ、そう、ニャンコロジーさんみたいにね、お仕事の依頼というかツアーね案内お願いしますっていうのをね、引き受けてるんですが、やっぱね皆さんが見れるコメント欄にね、ちょっと書くのはねあれなんで、もうちょっとね閉鎖的なメッセージのやり取りちょっと希望してるので、ね、ダイレクトメッセージとかでね、やってもらえるとありがたいです。はい、というわけで、今回糸満市の平和記念公園のね、マブニのトゥンチからね階段登って、黎明の塔からね沖縄の魅力って言っていいのかな、ちょっと気持ちも悪くなったけれど、まあね、こういう、ね、悲しい場所もあるよっていう、ご紹介っておかしいね、紹介の動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。